おはようございます。あの配信の後すぐ寝たの。うん、わりかしすぐ寝たと思う。何時間寝た？ 3 とか。ショートスリーパーになったわけじゃなくて、たまたま起きちゃって。もっと寝てほしい。起こしてくれるじゃん。うん、起きてー、まいちゃん起きてーってやれる？優しく、それとも激しく起こします？激しく起こされたらブチギレる。無理。まつりさ、お母さんに言われたことあるんだけどさ、あれらしい。まつり寝起きガチで悪すぎて、そう、暴言の嵐らしいよ。ガチでうぜえ、消えろとか言ってくるらしい。こっち眠いって言ってんじゃん、ガチうざいんだけど。でもって言うらしいんだけど、でも全然記憶にない。こっちはもう本当に記憶になくて、ね、祭りはもう起こされてないのよ、祭りの記憶上では。起きた後に起こしてくれてありがとうとか言うんだけど、でも祭りの記憶では1回目だから。それが祭りすって起きてる自信あるんだけど、でもガチで寝起き悪いらしい。だから優しく起こしてあげて。祭り起きなーっつってバーンってね、電気パチーンってやってこねくり回されると切れるから。まつりちゃん眠いのにごめんね、起きれそう？もうちょっと眠いねっていう起こし方しないと無理。電気バチンする。そう、まつりのお母さん電気バチってつけてくるから、パンってあーってなる。で叫ばれる、なる。精神的には抱きつくのあり。ちょっとやられたことないんでわかんないですね。もしかしたら蹴飛ばしてガチでうぜ、ひっついてくんなって言うかもしれないし。うん、本当にうざいっていう、多分ね。お釣りは知らんけど、うん、怖いよ怖いよ。まついちゃんは耳触ったら肘鉄する、ガンって。朝は機嫌悪い。そう、朝と眠い時の夜は機嫌が悪い。だからいっぱい寝た日のお昼に話しかけてほしい。できたら誕生日に。一番機嫌いい時ね。私誕生日の次の日にさ、もうしっかり寝て、で、仕事があったのよ。で、めっちゃご機嫌だったからね。スタッフさんに会った時になんか、テンション高いっすねーって言われて、まつり今日はご機嫌って言って、歩いてた。うん、他のスタッフさん同士で、なんか、ああ、まつりちゃん昨日誕生日だったからね。さあとか言って。子供だったわ、今思ったら。よっ、シャワー浴びるか。よっこらせ。よいしょ。